白花変種とは、喧嘩植物の中、カルコン、フラボン、アントシアン等の核色素の発現に関わる遺伝子の異常に起因して生じる。花弁の細胞は一般に葉緑体が発達せず、透明に近いので、雪と同様に光の乱反射で白く見える。変種と呼ばれることはあるが、厳密な分類学上の扱いとしては品種である。山野草でよく珍重され、好んで、 栽培や写真撮影の対象とする愛好家も多い。類似の例に本来は着色するはずの果実などが白い例もある。慣習的にアルビノと呼ばれる場合もあるが正確には別のものである。植物のアルビノはクロルフィルが合成できずに光り、合成組織が発火した個体で、これの多くは種子の養分を使い果たした時点で枯れてしまう。和名に白花を関するものは、 基本的に編種または別種であり、白花編種は、種名のように表記される。ただし、発火編種に、白花といった和名を与える場合もあるので、厄介である。例えば、人里にごく普通のスミレ類である、タチツボスミレビオラグラヤセラスには、白花品が見つかっており、これを白花タチツボスミレビオラグラヤセラス F、アルバイフローラという。これが、 この甲で扱っている白花変種である。ただし、この種には白い花ではあるが、巨に紫色の出るものがあり、乙女スミレビオラグラヤセラス F、パーパーレイヨッカルカータという名がついている。これらは普通の立ちツボスミレの生育域にごくたまに発見され、これに対して紫の花を咲かせるスミレブイマンドシャーリカに非常によく似たもので、 白い花を咲かせるものに白スミレ V パトリニーやアリアケスミレ V ビトナスイホーリアバリエーションアルベソンズがあるがこれらは完全に別種である。したがって花の色以外にも各部に形態などの差がある。しかしその差は小さいので判別はなかなか難しい。スミレとは花の色で完全に区別できるのだが数は少ないものの すみれにも白花編種に近いものがある。白金すみれ V マンドシャーリカ F ハセガワイはほぼ白い。花に紫の筋が残る。さらに完全な白花も発見されている。これらと蒸気の白いすみれ類との判別はさらに難しくなる。すみれ族の検索表では往々に花の色が判断に使われるため、同定が困難になりがちである。なお、ここに挙げた名は、 全て学名がついている。これは学術的に正式に発表されたことを意味する。スミレ類は研究者も多く、注目されやすい群なので、このように詳細な学名があるが、他の植物では特に名付けられていない例も少なくない。園芸方面では勝手に白花などをつけて読んでいる例もあるが、それとは違うものである。なお、スミレの完全白花は命名されていないので、 学名は存在しない。競技には、アルビノは、高等動物において、チロシンキナーゼの欠損に由来するメラニンの生、合成以上のことを指す。アルビノを参照。ありがとうございます。